神南大カラス山頭ダム、カラス山頭ダムは台湾の台南主管電区に位置するダムである。旧称はカラス山島貯水地で建設を監督した水利技術者の八田余市の名にちなんで八田ダムの名でも知られる。海抜468メートルのカラス山霊に位置し、水力発電設備を有す。上空からは緑色のサンゴのように見えるため、ダム湖は 三五個と称されている。アメリカのフーバーダムが完成するまでは、世界最大のダムであった。2001年の台湾十大土木史跡選定。カラスヤマカシラダムは、1920年に着工し1930年に完成した、か南大の重要な水理工事の一つであり、台湾初期のダムの一つである。計画は、日本人技術者の八田余一の手により策定され、 か南平原の農業管外を主目的として建設された。ダムは、素分系支流の関連形状流に位置し、台南県間、田号、六甲里、大内号、東山里にまたがる定地を利用し、大歩計を修水している。下流に、素分ダムが完成してからは、相互保管して運用されている。建設工事には、大倉土木を、主とし、鹿島組、 住吉組、国板工業の各社が参画した。建設途中の対象11年には、爆発事故で50人余りの死者、100人余りの負傷者を出している。発田は、ダム建設に際して作業員の福利構成を充実されるため宿舎、学校、病院なども建設した。だが、爆発事故の翌年には、関東大震災が起こり予算削減のために、 作業員を解雇しなければならなかった。はったも有能なものはすぐに再就職できるであろうと考え、有能なものから解雇する一方で再就職先の世話もした。神奈農田水理会の資料及びカラス山、頭水子水門捜査規定より、ダム施設の主な所言を次に示す。カラス山頭ダム水理システムとして、世界遺産に登録しようとする活動がある。 1969年、神々農田水理会が、ダム資源を観光に生かすためにカラス山、ガシラ風景区を設立した。1979年には、小級風景特定区に指定され、現在は、西へしゃげ宮尾国家風景区の一施設として管理、されている。入場可能な主な施設には次のようなものがある。カラス山頭水子風景区は、 年中無休で入場料金は大人200台湾元である。ただし、園内一部施設はそれぞれ定休日等が設定されている場合がある。ありがとうございます。